いや、ちょっと前の話になっちゃうけどさ、テラちゃんのお子さん可愛かった。ああ、いいじゃん。来てくれたんすよ。仕事の合間に。あの表情何とは思ったけど。うん、なの泣いちゃってて。泣いちゃったよね。ああ、一緒にやってた、うん。そうそう、でもジョー君ね、うまかったですよ、抱き方とか。そのちっちゃい子ってやっぱ。軽すぎるし、うん、あの柔らかすぎてどうやって抱きかかえていいか分かんない方多いと思うんですけど、うん、めっちゃ慣れてて、うん、あ、これジョー君子育てしたことあるの、うん、逆にね、バレる、うん、あの抱き方は 2,3 回経験してるっていう。俺子供いんのバレた、あれバレましたよ、うますぎる、やばい、結構リプでもいただいて、うん、あ、これ子育てしたことあるの、もうみんなも気づいちゃってましたね、バレちゃってる、はい、じゃあ、めいっ子いっ子ちっちゃい時抱きかかえてたりしたから、まあ ね、そういう手でじゃないよ、手じゃない、いない、ほんと今日思ったんだけど、うん、なんか俺自分が普段使ってるその電車よりも別なやつがあって、うん、あ、それを使うとテランチ割と簡単に行けることに気づいて、うん、あ、そうなんですか、だからちょっと全然プラッと来てください、うん、全く違う話だった、ね、だからそう会いに行けるな、俺ジョー君の話かなと思ったら、もうちょっとボケ全然自分の話だったわ、会いに行けんなって、うん、笑い3個くらい逃したな。そんなシビアだった、みんな。ごめん。でもあの長女にすら会ってないから。確かにな。子がまだハイハイもできないぐらいだったよね、行った時。そうそう、初めて生まれてすぐジョー君来てくれたんだね。ちょうど仰向けで寝てましたもんね。その時写真撮ってたけど。まだね、その起き上がることもできない。そうそう。で、上の子ともなんかね、チークおもちゃで遊んでくれて、うん、そう、まだ恥ずかしいからお母さんと一緒じゃないと俺とコミュニケーションあんま取ってくれない、はいはい、人見知る時期ね、人見知り、ね、長いこといてくれたら多分その日に行けたんですけど、けた、ね、仕事の合間だったから1時間入れたかなって、うん、あ、すごい、でもいちごを手渡しでこう食べてくれた、あら、それ大すごい進歩だったんだよね、抱いたって言った、抱いたんですか、僕がトイレ行ってるすけね、おかしいだろ。いかがでしょう。俺がボケしろ。俺がボケるとかじゃない。俺が大って言ったからね。俺がお子さんいるっていう話題よりもそっちの方まずいからやめて。確かに、うん、今のね、はい。また会いに行きたいと思います。ぜひぜひ。はい、はい、皆さんも気軽に来てください。ぜひぜひ。メンバーで行きましょう。行かなきゃね。はい。じゃあ行きましょう。運水の今晩どうしましょう。皆さんこんばんは、早乙女ジョージです。小野健翔です。岸本拓也です。寺山たけしです。この番組は運水メンバーがワイワイガイガイとにぎやかにお届けする流れる雲のように水のように自由気ままなラジオ番組です。今回は私早乙女ジョージが MC を担当します。はい、412回目です、うん、はい、まあもうすぐゴールデンウィークということで、うん、まあ、そうね、でもうちら忙しいもんね、ゴールデンウィークは。僕全然休みだね、まあまあまあ、今回のゴールデンウィークは。あ、じゃあどっか行ったりするの、家族で。いやー、でも娘がまだちっちゃすぎるんで、まあ行ったとしてもレンタカーとかでどっか行くかなって。電車とかは使えないですね、飛行機とかは。あ、まだ行けない。そう、もう泣いちゃうんで、うん、泣いちゃう、まだ泣いちゃうか。いや、もう飛行機とか泣かれたらマジできついっすよ。気まずくなっちゃう。気まずい、本当に気まずい。近いし、周りがね、思ってなくても、はい、やっぱ親御さんとしては気にしちゃうんだ。俺なんか泣いてても気にしないけどね。いや、そういう人も多いですよ、うん、けど中にはやっぱね、うん、疲れて移動してる人もいるし、子供なんだからいっぱい泣いていいんだよ。あ、俺育ててんな子供一周回った人。そうそう、子供はね泣いていいの、それが仕事だから。まあまあまあ、なんか楽しいゴールデンウィークを皆さんお過ごしください。はい、それでは皆さん最後までよろしくお願いします。運水の今晩どうしましょうということで始まりました、運水の今晩どうしましょうですが、聞いてよ。何、怪しい入り口だな。いやー、感動したね。感動、うん、日本ってやっぱ素晴らしいなみたいな、うん、ちょっとまあ、最近大阪に行く機会があって、はい、日本だ、行ってきてんけど、うん、で、まあ、前から、まあ、関西出身やし知ってはいたんやけど食べてこなかったものがあって、うん、結構まあ大阪名物と言われてるんですけど、千歳さんっていうところの肉水。あ、肉水ね、はい、美味しいですね、はい、肉水ね。でその、他のなんかそれこそ串カツ田中さんとかではあるんだけど、うん、あるね、もう別格だしっすか。
でしかもちょっとまああの仕事の関係の人と飲みに行ったりとかして、ちょっと二日酔いの帰り前にこう飲みに行った、あの見たりとか行ったの、そっちと、はい、やばい、もうあの内臓が温泉使ってるあれは、そんくらい。あれってホルモンなの？違う、肉あの、ね、内臓。牛肉。あ、牛肉。筋感ある。筋。いや、筋感はそんなにバラかな。ちょっと油は多いんだけど、うん、全く油濃くない。あのなんか牛丼の上みたいな肉だよ、ね。まあそうそう。で、すごくなんか煮出してるのを、うん、後でなんかもう吸い上げて別でお出汁と、お出汁とは一緒にやってないから。後なのよ、うん、だから全然脂っぽくなくて、もうとにかくしかももう肉食ってるっていうか、出汁の方が強すぎて。あれいりこでしたっけ？あれね、イワシとサバ、そうなの。そうだからカツオが入ってないのよ。めっちゃ興味あるな。何駅には？あれは千日前かな、あのな、とにかくナンバーのグランド花月の近い。結構今まで肉吸いろいろ行ってきた感じなんですか？いや、そんなに、それこそ田中、串カツ田中しか食べたことがなくて。俺もそうだね。美味しいと。でもあれで十分めちゃくちゃ美味しい。めちゃめちゃうまい。めっかくほんまに。やばい。そんなに言わないで。うん。うまそうだな。もう。なんかありがとうってまあちょっと俺が弱っ、そのね、内臓っていうかさ、二日酔いでちょっと弱ってて、肝臓とかも弱ってた中にさ、その出汁がさ、染みるし、豆腐入ってないやつですか？いや、豆腐も入れるし、豆腐も入ってる、豆腐入ってないと、卵が入ってるのよ。それは何？なんかゆでポーチドエッグみたいなやつが入ってる。へえ。あ、その半熟じゃないけど。そうそうそう。はいはい、で、まあ肉うどんにもできるんだけど、もう肉吸いでいきたいね。そう。もともとそれってなんかその吉本の芸人さんがその二日酔いで肉うどんも重たいから、肉うどんのうどん抜きでって言ったのが始まったんだ。へえ。もう出汁が。いや、マジ興味あるな。日本人でよかったと。大阪場所やろう。やろうね。ちょっと今日、屋敷高人さん意識したサングラス。コテコテ感になっちゃった。コテコテ感出てんのよ、今日。すっきゃねえやろ。肉水食べると、色付き、色付きサングラスが欲しくなる。そうなっちゃうのかな。違うんだ。あ、そう。たまに俺もウーバー頼むもんね。わかるわかる。肉水を夜やってたりするぞ。肉水。あの、米が合うんだよな。めっちゃ。あ、そうね。卵かけご飯ついてる。うわ。あ、美味しそう。いいですね、面白い、はい、では普通音の方読んでいきましょう。うんこばネームリンさんからいただきました。ありがとうございます。うんすいの皆さん、こんばんは。少し前の放送でうんすい TV の話が出ていたので気になって見てみました。まずびっくりしたのが、うん、第1回が2013年で、あ、多分このご本人がまだ小学校に入る前だったそんな前から活動していたと知らなく、もっと早くしてこのその頃のイベントにも行ってみたかったです。なるほどね。またビジュアル系バンド風の動画やアイドル風の動画もあって、今とは違う姿を見ることができて面白かったです。新しく始まる雲水の YouTube、とても楽しみにしています。確かにね、2013年、多分その時はまだ3人でやってた頃だね。いや、でも雲水 TV やってる時はもう4人なんじゃない？4人、いや3人だ、最初3人だった。千歳烏山とかってこと？あ、じゃあタクちゃんがまだいない時とか。まだそう。いたりいなかったりみたいな。俺ね、3、4回目からで確か、イベントで言うと。桜上水のあのすごい倉庫みたいなとこで。ああ、そう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 。あの、ロデオボーイがあったやつね。なんかすごいのよ。もう夜中になると人がいない。ね、真っ暗で、ね。真っ暗で。とか、うん、絶対出るよなって思いながら。3人でトイレ行ったりとか、怖くて怖くて怖くて、まあ、ほんと真っ暗だったのよ。まだ見れるんだ、雲水 TV で調べれば。 YouTube で、あの、多分アニモさんのあのとこから行けます、飛べます。はい、あるんですよまだ。はい、続いていきましょう。うんこまネームケコタソさんからいただきました。ありがとうございます。先日いつも雲水のイベントに一緒に行っている友人の結婚式に参列してきました。私たちは約10年前のケンショウくんのファンクラブイベントで出会いました。それからずっと6人一緒に雲水アンギャや雲水の舞台、雲水バスツアー、そして雲水、ケンショウくんのイベントなどにみんなで参加し、たくさんの時間を過ごしてきました。出会った頃は年齢も性格も住んでいるところも違うので絶対仲良くならんやろうなと思っていましたが、今ではイベント終わりにみんなで雲水楽しかったねってビールで乾杯するのがいつの間にか私たちの当たり前になりました。結婚式でバージンロードを歩いてくる友達の姿を見て、たくさんの思い出が蘇ってきて思わず泣いてしまいました。すごいね
披露、ね、披露宴では賢秀君の曲も流れていました、本当に素敵な結婚式でした。大人になってこんなに仲良くなれる友人たちに出会わせてくれた賢秀君、そしていつも楽しく時間を過ごさせてくれる雲水の皆さんにすごく感謝しています、そしてこれからもずっとみんな仲良く雲水に通いたいと思います。雲水の皆さんいつもありがとうございます。これからも応援しています。人生じゃん、素晴らしい。これ写真届いてますけど、わあ素敵。もう解散できねえじゃん。いやいや、それ気あったんかい。解散する気あった、ちょっと迷いあった。人生変えてるよこれ。あすごいね。じゃなかったらこの6人に出会えなかったってことでしょ。あらららら、あもう一枚あるね写真、いっぱいある。めちゃくちゃいい、めっちゃいいじゃん。これはこれファンクラブイベントの時じゃないですか。怖いね。ね、ディナーショーの時にね、なんか言ってたな。これはこのセットアップ、ケンショ若いね。だいぶ前だよ。あだい、うわ本当だよ。うわ若。あこの6人ね。この時から友達ってことか。これだ成り立てなんじゃない、この時は。まあ、そういやこれぐらいか。俺も若いけどみんな若いよ。若いよ。素敵。いいね。でもアンギアの時いらっしゃいましたね。明日その結婚式なんです。多分その方じゃない。そうそう、ああそういうことか。めっちゃ素敵。いや素晴らしい、嬉しいね、素敵です。はい、続いての普通歌いきましょう。うんこばネームねねこさんからいただきました。うんすいの皆さんこんばんは。うんすい。うんすい。いつも楽しく聞いております。ありがとうございます。この間洗面所で、盛大に転んでしまい、顎に1センチほどの傷ができてしまいました。わお。今傷が残らないように試行錯誤していますが、このまま顎に傷が残ればガキ大召喚が拭えない顔面になってしまうのが不安ですと、うん、皆さんは幼い頃につけてしまった、勲章、怪我、傷などありますか。私の心の支えにしたいですと。なるほどね。それで言うとさ、ちょっと最近の話になって、さっき言いまして、あのごめんやけど、最近フットサルをしたのよ。でめちゃくちゃ久しぶりに、まあ、一応サッカーは小学校の時にやったし、まあ、そんなにできなくもなくて、まあやってて楽しかったんやけど、もう最後もみんながさ、もう結構バテバテになって、もう交代交代ってしながらさ、もう結構悲しい感じになってくるんだけど、最後なんか別にタイムとかも取ってなかったから、最後どうやって終わったかというと、俺がボールをカットしようと思ってバッて取りに行ったら、俺の股が綺麗に裂けてそのまま終わったっていうゲームセット、で怪我は明日立てなくなるんじゃないかっていう不安と、あの若い子に岸本さん本当に大丈夫ですか気づかれてで終わったよっていう。怪我は、あこれカットしてくださいあの俺舞台の盾で、あの刀と刀ぶつかっちゃって、竹光、竹でできてるんで、それが折れて俺顔面ぶつかったことあって、で顔面からあの鼻から血バー出たんですよ、あの稽古中に、で鼻のこのちょっと下のところがよくここ、あ本当だ、傷あるんですよ、よく見たら、全然わかんないね、全然わかんないけど、あのあらなんだっけ、オロナインとか軟膏塗ってればなんとなく綺麗に消えるから。なるほど、ね、塗り続けることが大事、早めが大事。俺なんか一個だけすごい不思議な傷があって、この指のここ、人差し指のここなんだけど、指先の方だ。なんでついたか分かるの？いやこれ、なんか理科室で、なんか中学生か、そう、理科教室でさ、理科室のさテーブルってなんか銀色のさアルミみたいなの覆われてるじゃん。はいはいはい。でそれの角っこがちょっと広がって、なんか剥がれかけてたところにギャッてやった、やだ、ソニアに想像しちゃったよ、ギャッてやって、うわ痛ってと思って見たら、血出てなくて、血出てなくてこの傷になってる、表面だけ綺麗にいったんだ、皮すごくない、すごいね、でこれ未だについてんの、血出てないのこれ、変形したんだね、なんかね、無傷の傷みたいな、血出なかったんだ、血出なかったんだ。寺山さんなんか怪我あります？怪我はあんまないですけど、小4からずっとイボジっすねどんな落とし方やか、きたね、ずっとイボジです、はい、治らないんだ、歴長いな、はい、あの天気悪いとうずきます関係あんだよ、じゃあ今日もうずいんだ、今日もすげえ痛かった、平気圧やられるんだ、大体、はい、みんな頭痛だけどイボジやられるんちゃう、あのお尻で、あ今日雨降るなって、難しいです何の予報やじゃあもう一ついきましょう、はい、うんこばネームヤマヤンさんからいただきました。ありがとうございます。運勢の皆さんこんばんは、ま、モチベーションをアップするためにどんなことをしていらっしゃいますかと。
シンプル。シンプル。シンプル。普通音だね。一問一答形式や、うん。モチベーションアップ、俺はもうやっぱ買い物だね。え、二郎じゃないの？二郎はもうそう。二郎はなんか、人生っていうか。なんだろ、その先週からポエミポエミな感じ。アイリットじゃないの？アイリットもアイリットもモチベーション。アイリットも今モチベーション。もう検証のせいでアイリットめっちゃ聞いてんだけど、まあ、ね、今すごいらしい ね、あそこの会社。うん、あそこの会社。全売れらしい。あ、そうなんだ。あ、そのアイリットだけじゃなくて、うん、あのルセラフィムさんとか、うん。アイリットめちゃくちゃ耳に残るし。そんな話じゃないの。いや、モチベーション上がるなと思う。上がるね、そのモチベーション、ね、うん、はいはい。俺マジレスしていい？はい。嫁と話す。きちいやでもさ、でもたくさん嫁思いっていうか家族思いだなって思って、うんうん、ちょっと脱線しちゃうけど、はい、あの この間ラジオ収録終わった後さ、はい、うん、このラジオのグループラインにさ、もう今から帰りますっていうグループラインに、そう、ディレクターさんとかがいる7人ぐらいの奥さんに送るはずのラインをグループラインに今から帰りますってあのディレクターさんにこれ誰当てって使われる優しいなと思って、俺絶対送らないですからね、しばらく気づいてなかったもんね、タクシャンね、奥さんに今から帰る、送らなくなっちゃったな、俺も送んないな、いないからよ送る相手がいないからだよって言っちゃった。はい、ということでここまでです。これからもじゃんじゃんお便り送ってきてください。うんせい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 、うんせいバーサス小結ちゃん大喜利バトル。こちらは新コーナー祭りで採用になった大喜利コーナー、小結ちゃんとの対決形式で大喜利をしていきます。運水メンバーと小結ちゃんそれぞれの回答を交互に紹介していき、どちらが面白かったのかスタッフに判定してもらいます。うん、まあ、仮採用なので、跳ねなかったら今回でお蔵入りです。あ、なるほど、久々やなこの曲。確かに、まあ4対1だからね、そもそもね、まあ、1個でいいから勝てなきゃいけないよね。そうだよね。っていうか、まあ勝たなきゃね。ね、やってらんないよ。よ、う、し、ん。ていうか、なんか勝てると思ってんのっていうか。逆にね。逆にじゃん。うん、あ、俺らに。うん、それがちょっと俺は不思議。だその、うん、不思議、うん、メールでわかるよね。大丈夫か、ハードル上げて大丈夫か、いけるか。はい、はい、今回のお題はめっちゃ逆張りしてくださいと。逆張りね。めっちゃ逆張りしてください。うん、何でもいいです。逆張りしてください。OK、 あ、じゃあタクちゃん行きましょうか。はい、はい、じゃあ岸本拓也、めっちゃ逆張りしてください。みんな iPhone 使ってるやろ、やから俺 J-phone 使ってる。あ、時代、ね、今はないね。しかも J-phone、 I の上が J、 HIJ。説明多かったなフォローにもらったね。紹介、はい、うんこばネームリナリーさんからいただきました。めっちゃ逆張りしてください。まだガラケーで十分っしょ。ガラケーだよ。しかも文章的にはこっちにちょっとなんか価値ありそうな、うん、そうだね、シンプルに、まさかのガラケーかぶり。めっちゃトイレで考えたの。振りまであったからね、丁寧にね。じゃあ、はい、いいっすか、じゃあ俺行こうかな、はい、じゃあ僕が言いますね、はい、めっちゃ逆張りしてください。新婚旅行みんなハワイとかそっち系だよね。俺さ東ティモール行きたいんだよね。どこ？めっちゃどこなの？中東かね。なるほどなるほど、うん、なるほど、ね、東ティモールっていう国があるんですよ、はい、小さい、はい、アンサー、はい、じゃあ行きます、はい、うんこばネームカルアミルクさんよりいただきました、はい、めっちゃ逆張りしてください。大谷翔平誰？こういうことね。シンプルだね。シンプルだね。強い、うん、ちょっと待ってくれよ、やるやないかい。強いな、やるやないかい。テレビ見てないな。判定小結ちゃん。いやーこれ強いね、強い、これ強いわ。カルアミルクさんはなかなかやるよと、うん、やっべ強いぞ。じゃあ次誰いく？
じゃあちょっと俺行こうかな。はい、いい。じゃあ寺山さん行きましょう、はい、めっちゃ逆張りしてください。すいません、うち支払い図書カードしか使えないんですよ。どうや図書カード使う。この時代にね、この時代にね、この時代に、ね、うん、なるほど、はい、行きましょう、はい、うんこばネームシャーマンカーンさんからいただきました。めっちゃ逆張りしてください。スローライフ目指して田舎に移住してきた夫婦が使ってる全自動洗濯機とルンバ。ああうまいな。なるほどね、なるほどね、うん、はい、確かに意味ないもんねこれじゃね。意味ないわ。はい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 、はい、じゃあ最後締めを。あ、勝敗勝敗、あ、勝敗か。寺山さん危ねえなシャーマンさんが綺麗な方で来たからよかったけどね。あ、危なっ、ちょっと危なかったね。お、じゃあちょうどドローだ今。今これ検証次第か。検証次第でこれはいける。どうしたの、腕めっちゃ釣れてるけど。余裕でしょだってね。まあまあまあ、まあ、芸能人よだって俺ら。まあまあね俺らさスターだよ。小野さんスターですよ、ね、はい、行きますか、うん、じゃあ小野さん行きます。めっちゃ逆張りしてください。この間歯医者行ってさ、眉毛整えてもらったわ。どういうことなんだよ。逆張りだけど、逆張りだ。あさって言ってる。はいはい、でも4番手としてはかなりいいんじゃないですか。行きましょう。うんこばネーム2020年のコンスビちゃんからいただきました。めっちゃ逆張りしてください。運水で早乙女さんが一番最初に結婚しそうだよね。あ、助かった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 。危ねえ。運水で来たパターンね。ーそういう切り口あるよね。そういう切り口あるよね。そっちいじる、そっちいじる。はいはい、では判定、最後の対決、はい、検証様。あ、そうね、まあ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 、まあ、逆張りに逆張りをね、逆張りを裏切る大喜利ね。大喜利として成立してたよね。もうむしろこの最後俺に感謝だね。俺が滑ったみたいになってた。俺に感謝だね。なんか嫌だね。なんか嫌だね。俺がいじられたみたいになってるから。これはどうしますか？続けますか？意外と面白かった。いや、カルアミルクさんが、うん、今回全員の中で一番おもろかったでしょ、ね、うん、正直俺ら4人のやつよりも。なんだっけ、もっとちょっと言って。大谷翔平？誰？今聞いてもおもろいもん。いや、この時代に知らない人いるんかみたいな。素晴らしい。その逆にとか使わないあたりとかね。じゃあこちら次回もやるということで。ちょっと悔しいね。ちょっと続けていただくと。採用でいいか。採用。じゃあ採用で。わかりました。はい。採用されたので募集します。お題、はい、イケメンだったらギリ許せることを言ってください。おもろいや。こちらの回答をお待ちしております。男の俺ら有利すぎるでしょ。これもうね。もう女の子の方がなんか。こう言われたいっていうのがあるのか。そうそうそう。これまで許せるその範囲が。多分経験したこともありそうだし、ね、だから逆に許せないことを送ってきてもらった方が面白い、ね、逆張りで ね、うん、でもね、逆にね、ギリギリ許せること、はい、お便りお待ちしております。運水の今晩どうしましょう。明日を頑張る君へ。このコーナーでは明日を頑張るあなたを応援します。では早速応援していきましょう。うんこばネームさきさんからいただきました。皆さん、うすい、うすい、ずっと長髪だったのですが、数年ぶりにショートにしてみようと思って美容師さんに切ってもらったら、めっちゃ変な感じになってしまいました。朝の支度をするたびにテンションが下がってしまいます。髪が伸びるまで時間がかかるし、どうしようもないので励ましてもらえませんかと。めっちゃ髪の毛が変なんだって今。うーん、これは大丈夫だよ全然。そんな気にしなくていいよ。お、じゃあ、うん、山さん行きましょう。うん、それ以上はない。全然気にしなくていいよ。佐伯さんに。可愛いよ。それを真剣にこうお願いして。真剣に。うん、真剣に。ちょうど伸ばしてるから。確かに。逆にね。逆に伸ばしてるからね。逆張りだから今。うん。じゃあ寺山さん、うん、佐伯さんにメッセージお願いします。佐伯さん、全然いいよ。俺なんか自分の意思で伸ばしてるんじゃないからね。メンバーに軽い気持ちで伸ばしてみなよって言われて、あの売れっ子検証が言うからちょっと伸ばしてみるかみたいな。もう聞いたくてしょうがないんだ。白髪も伸びてるしさ、逆に俺に似合う髪型教えてくんないかな。どう、それに時間割いてみない？君は似合ってるよ。はい、うーん、
いいですね。おもろいじゃん、はい、ありがとうございます。やっぱストレス、髪の毛伸ばしてんの。めちゃくちゃストレス。あのどこでシャンプーもすっごい時間かかるし、うん、髪乾かすのも時間かかるし、はいはい、全ての帽子がなんかちょっと浮いてくる、はいはい、なんかあと横のはみ毛がね、そう今一番中途半端かもね。そう、もみあげも襟足もなんかやもうやだわみたいな。この先ってどんなヘアスタイルになるの。あとはもう後ろでまとめたりガッチャみたいになってくる。ああもうがっつり。俺めちゃめちゃ江口洋介さんみたいになるってこと。俺豊川江口さんみたいになってるのに。いやいや、ジョー君の方がパーマかけたりするし、はいはい、パーマかけてみたらじゃん、うん、パーマね、うん、かけてみなよ。テラのパーマってなんか昔スパイラルみたいなやつしか見た覚えないわ。どういうやつでしたっけ。なんか髪質的にそんなに残んないんだよね。いやそうなのよ、剛毛だから、うん、この先が分かんない。パーマね、パーマ探してみよう。パーマ探してみよう、うん、どんなパーマがいいか。はい、ここまでです。皆さんから僕たちに応援してほしいことを募集しています。じゃんじゃん送ってきてください。うんすいの今晩どうしましょう。うんすい活動日誌。ここからはうんすいの活動報告をしていきたいと思います。チームうんすい第5回公演エビデンの DVD が現在発売中です。詳しくはアニモプロデュースのオンラインショップをチェックしてください。そして運水の今晩どうしましょう DJCD 第1弾から第5弾が通販サイト A&G ショップで販売されています。こちらもよろしくお願いします。はい、そして6月2日に、久しぶりの運水ハウスを開催いたします。朗読劇や勝手にミュージックビデオなど、企画を用意しておりますので皆さんぜひ来てください。お願いします。たくさんバースデーも一緒に。あ、たくさんバースデーも、うん、ちょっと1ヶ月遅れですけど、サンキュー。たくさんバースデーもありますのでぜひ来てください。以上運水活動日誌でした。お送りしてきました運水の今晩どうしましょう。あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で運水アットマーク JOQR.net UNSUI アットマーク JOQR.net です。また番組の最新回は金曜日のお昼より YouTube でも配信されています。こちらもよろしくお願いします。はい、もうタクちゃんのバースデーが2週間後ぐらい。あらあら、いいね。あ、そうですね、うん、30代ラストイヤー。わー、いよいよか、終わりだ、ね、終わっちゃうよ。終わりだよ、もう終わり。おしまい。40代人生の話。30代の話。30代の話。30代、それは終わりだよ、うん、体気使ってる。体はあの腸活を始めました。腸活って何。やり始めてんだ。ヤクルト1000を飲んで。あ、でもちょっと先輩の言うことだからバカにできないもんな。あと成長剤を飲んでる。あ、はいはい。調子悪くなってきたんですか、やっぱ腸の。うん、あとなんか腸って本当大事って言うじゃないですか、うん、確かに健康のね、うん、ほんまにおっさんみたいな話、ね、はい、ここでお別れ前のこちらのコーナー、運水ツッコミタイム。俺の名前はツッコミ番長トメ。どんなボケにでもツッコんでやるからよろしく。うんこばネーム、おすぎとじいこさんからいただきました。でも、私、ビスケット売り場より弱いじゃないですか。なんじゃそれ。ということで、この辺りのお別れです。ここまでのお相手は、早乙女正司と、小栗旬翔と、岸本拓也と、寺山武史でした。せーの、うんすい、バイバイ。カキでしたね。